はい。皆さん、えー、こんにちは。えー、ようこそお越しくださいました。本当に暑い中ですね。また、えー、第7波がなかなか落ち着きを見せない中ですね。このように、えー、対面に来ていただいて、本当に心から感謝いたします。えー、さてですね、えー、今日のテーマですね。まあ、先ほど司会者が、あの、言ってくれましたように、まあ、どれだけこのね、まあ、テーマを悩みに悩んで、 えー、ふざけてんのかって思う人いませんかそのままね、真剣に考えましてね、えーまあ、結局こうなったんですけども、司会者の方読めなかったら困ると思って、<laughs> 一応、振り金つけたんですけど、<laughs> あのね、はだ、罪。ただただ、ただで。 というテーマです。はい。えー、私はこの、ローマ人への手紙というのを順番に見てるんですけども、えー、今日はその4回目なんですね。まあ、2章、2回で見ました。えー、ローマ人への手紙の3章を見ていくんですけども、まあ、これまでのあらすじをね、えー、まず言う前にですね、まあ、これはもうあの、司会者の方がね、えー、まあ、私ね、もう、あの、はじめさんとはもう長い付き合いでね、もう彼のいいとこも悪いとこもいいとこも、もうね、全部わかってるので、えー、通じるんですよ。ね。 私が下関出身だというのをね、知ってるので、言ってくれました。なんとですね、あの、見たら勝ってるじゃないですか。ね当院すいませんみたいな感じですもう大阪でね、もう下馬評が一番高かったその当院を下したと。で、これね、今あのなんか、 私たちしませんけどね、いわゆるあの、野球賭博って言うんですかまあ、突まで行きません。突まで行きます,賭博ま,で行きま,すまあ、遊び半分でね、かけてるとかね、そういうの遊びでしてる人にとってはね、もう、大逆転じゃないけど、もう、大変なことが起こったみたいな、もう、当院も絶対っていうのが、えー、崩れてしまって。で、まあ、えー、明日ですね、え、この決勝戦が行われるんですけども、もちろんね、私、どっちを応援するか。 下関で思うでしょえと、ほらね、ちょっと落ち着いて考えてみたんですね。で、私どうして下関国際高校を応援するんだろうか。もうそれは私がもう下関出身なんですね。18歳まで、えー、まあ、そこで生まれて育ちました。えそして、18歳1ヶ月で、まあ、大阪に出てきましてね。本当に、ま、ウイウイしかって、ふさふさしてたんですけど <laughs> まあその時にね、 まあ、あの本当にこう大学に入って大学の同級生ですね、えー、高原剛一郎としう人いましてね <laughs>、まあ、その方を通して、えー、清書に出会ったんですね、まあ、本当に大逆転みたいな、まあ、状況が始まったんですけどもでその18歳までで,でもたった18年間です今帰ったら。 今振り返ったら。で、この大阪に来てね、もうね、40年近くなりま、4年以上なりますから、計算しないでくださいね。40年以上なりますので、もうね、はるかもうこの大阪の生活が長いんですよね。いや、でもね、やっぱりね、下関って聞いたら、なんかゾクッとするんですね。で、この間も安倍首相が、が撃たれましたね。安倍首相ってあの、下関が地元なんです。で、そこに選挙事務所があるんですよ。 で、選挙事務所がここにあるで住所見たらね、ああ、あそこらんかっていうかこう、わかるぐらいの、そういう感覚なんですね。まあ、ですから応援したいって気持ちがわかると思うんですけど、実はね、私ね、下関国際高校と全然関係ないです。で、えー、昨日ね、ちょっと調べました。どうして私はこんだけ下関国際高校にこだわるんだろう。で、見たら、このベンチに入る18人のうちですね、なんとね、1 17人までは山口の人じゃないんです。<laughs> 下関の人じゃないんですよ。で、一人だけ、一人だけ山口の人なんですけど、それも上市と言いましてね、あの山、下関市の隣の、ま、市なんですね。だから、あの、感覚としてね、下関国際高校に誰も下関の人がいないということなんですねで。それでね、その、じゃあどっから来たんやん言ったら、 えー、兵庫が5人。そうなんです。福岡が4人。まあ、これ福岡ね、隣の県ですからかります。広島が4人。大阪が3人。そのうちの1人、松原第二中学と言いますから。<laughs> ほんまその辺ですよ。でいう和歌山が1人ということで、まあ、要はこれね、野球留学してるんです。で、3年前に、3回目かな、こ今回ね。 甲子園で、だんだん有名になって、あそこは強いということで、もう、まあ、ある意味でね、この、まあ、これは日日本ですけども、集まってきてで、そこで野球しようと思うわけですね。で、えー、昔はね、実はこういう名前じゃなかったんですよ。か国際高校でめちゃくちゃかっこいい名前でしょ。とかね、私がそこいた頃は、そんな名前じゃなかったんですよ。で、あのー、別に、 名前で決めるわけじゃないですけど、だから、もう全然馴染みないんです。ただ唯一、私の知り合いのクリスチャンがここで勤めていたというので、あの、関係があるぐらいで、で、どうしてそこなの、それなのに、こだわるあるかんだ。やっぱりね、名前というか、まあ、あの辺にあるってが分かってるということで、イメージが先行するんですね。だから私もしこれを調べなかったら、もう普通に応援してたと思います。でも、実情分かるとね、 あの、まあ、まあまあ、えらいとい感じで、あの、まあ、仙台行方もね、初めての優勝したら初部位になるので、まあ、どっちも応援したいなというふうに思ったんですね。まあ、このイメージというもので、私たちはかなりこの影響されていきますね。で、実はこの、まあ、例えば神様っていうふうに言われても、人によってイメージがだいぶ違うと思うんですね。えー、まあ、石や木で作った、 像を神と思っている人もいれば、そのいわゆる仏壇のようなものね、神のように思っている人もいると思います。イメージによって言葉だけでは、このなかなか、このみんなの共通にこう伝えれないというのがあると思うんですね。で、これ実は今日考えるこのローマ人の手紙っていうのは、特に福音について、このパウロという人が、 語っていった手紙なんです。まあ、これまでのアナソチというのは、要は、このローマ人の手紙はどうして書きましたかあなた方、ローマにいるあなた方にも、福音とは何かということを伝えたいというふうに、ちゃんと一緒に書いてます。それも、この、まあ、論理立ててロー、このパウロが書いた手紙の中で一番論理立ってるというふうに、今、言われてますね。いわゆるロジカルなんですね。ですから、そういうのが好きな人は、 この「ローマ人」というもですね取り組まれるといいんではないかなというふうにまあ思います、えー、この2章に入りましてねこの人間というのはこの生ける誠の神様から離れてしまったもうとんでもない今状態になってるよということを語っていきそしてどうしてもここまでのあらすじで外せないのがユダヤ人との関係なんですね でユダヤ人というのは神様によって選ばれたその民なんですけどもしかしユダヤ人は神様のことをですね本当に誤解していましたということであなた方ユダヤ人もね実は神様の前で不完全じゃないかっていうことを散々2章まで言ってるんですねその続きが3章ですじゃあ3章の「 まあ一節あの聖書ご自分の聖書をお持ちの方はえ100、100じゃない300ページを開いてください。はい。一応前に全部出しますので、ローマ人への手紙の3章です。3章の一節にこうあります。それでは、ユダヤ人の優れている点は何ですか割礼に、これ割礼というのは、まあ 男性の性器に、えを、ー、ですね、包皮を切り取るという、ユダヤ教の、これは、まあ、行いなんですね、えー。そういう儀式なんですけども、その割礼に何の意義があるのですかあらゆる点から見て、それは大いにあります。と書いてるんですね。今言いましたね。2章で、もうユダヤ人でも本当に不完全じゃないか。神様悲しませてるじゃないか。って言った後に、じゃあユダヤ人の優れてる点って何ですか というところが始まるんですねあらゆる点から見て大いにありますと書いてますねはい、ユダヤ人のことをここでもよくえ語りますけれどもユダヤ人の益益な点優れている点というのはたくさんあるんですよさあ一つ目のポイントはユダヤ人の使命と課題ということを考えていきたいと思いますユダヤ人というのは神様によって選ばれた民だ といいう,うに言われています私たちもよく「選民思想を持っていると」「選ばれた民だ」というふうに彼ら自分たちと思ってまあエリート意識があるみたいな感じでねあまりいいふうには受け止められないですね自分たち選ばれたみたいなでも聖書ははっきり「選ばれた」とは書いてますでそれは彼らが立派だったからではなくてユダヤ人を通して世界を祝福したいというふうに 思われたんですね。すべての民族を祝福するために、その、このモデルとしてね、ユダヤ人を神様が選んだ、というふうにはっきり書いてます。まあ、例えば、えー、この、まあ今ね、えー、まあ野球の話しましたが、もう一個野球の話しますと、まあ、大谷翔平さんがね、まあ今大活躍してますよね。えー、そして、まあ2桁勝利、2桁本塁打ですかで、これ、 えー、ベーブ・ルースのね、作った記録、破ったということで、この104年ぶり、あ、二人、破ったというか、二人目ね、104年ぶりだと快挙だということで、多くの人がこんな風に言ってませんでしたかあの、大谷翔平みたいな選手と一緒に今を生きてるということの、感動ですみたいな。全然感動してませんけどね。<laughs> あの、だから、記録としてはもうずっと残るわけです。私もベーブ・ルース、 のことは知ってますけどね。知ってますけど、記録としてしか残ってない。もう死んではるか前に亡くなったんですね。でも、その人と今ね、今、その彼が生きてる時に私も生きて、それをこの中継で見ることができるっていうところにすごく感動を覚えてるわけですね。そして、ああいうなんか突出した人が出ると、何か野球の面白さとか、そういうものをですね、なんか引き出してると思いませんかでああいう人がいますとね、必ず、 野球選手を目指す子が増えるんです。野球教室が増えるんです。あの、西堀選手がね、テニスで大活躍した時は、テニス教室が増えるんです。ローラースケートじゃなかった、スケートボードで有名になると、スケートボード場がいっぱいになるんです。そういうふうにして、何かこの注目を浴びて、ああ、面白そうだなって、深いな、楽しそうだなっていうのを、顕微韻するような、そういう人間っていうのが、いろんなジャンルにありますよね。これは スポーツの世界でも、ゲージの世界でも、音楽の世界でも全部そうなんですね。で、それは人間の私たち今生きてる中で、まあ楽しみというか、えー、喜びというかね、そういうものを際立たせるためのある人たちの活躍です。で、同じように神様はこの人間を本当の意味で祝福するために、そういう人ではなくて民族として、 ユダヤ人たちを選んだというんですね。そのユダヤ人たちを見ることによって、本当に神様がいらっしゃるなっていうことが分かる。神様は契約を守られる方だな、真実な方だなっていうことが分かるようになってるんです。はい。これもよく語られますね。さて、こんな本がありましてね。ちょっと目次だけ見たんですけども、文明へのユダヤ人たちの貢献という本があって、 あのー、読みたいな <laughs> と思ったんですけど残念ながら、ね、全部英語なので、えー、よよもうずっと何か買ってねちゃんと保存してますですからもしあの読んであげるという人いたら訳してくれるという人がいたらだけ貸しますでそのねまあ何回か読もうとしたんですがちょっと古い本でもありましてもう字が小さくてペーパーバッグって言いましてねもうボロボロの日本ではないようなあのあのー はい。まあいいですわ。もうボロボロのね、あの、紙質なので、色が変わっていって、読みづらい、読みづらい。で、まあ今回ね、まあちょっとそれを思い出して、目次だけ、えー、この、上げてみますとね、めちゃくちゃ興味深いですよ。ユダヤ人が、これ、どれほど人類に貢献してるか。で、もともとユダヤ人っていうのは、まあ今でもそうなんです。昔は、昔もどうかな。えー、昔その時のちょっと、あれわかりませんけれども、今は0.2%ぐらいというふうに。 まあ、全世界で2000万人いないんですよね。0.2%しかいないのに、世界に与えた影響ってものすごいもある。例えば有名なのは、ノーベル賞の20%がユダヤ人が取ったる、取ってるというんですよ。もう歴史に与えた影響すさまじい。で、これはね、特にヨーロッパのに、の文明、文化に、ユダヤ人たちがどんだけ貢献したかということをいろいろなジャンルでこう書いてるんですね。 例えば、あの、有名なのでは、二つ目のね、えー、発見の偉大な後悔で例えば、コロンブスがね、えー、回収はしていたものの、これはユダヤ人であったとか言われますね、えー。ジャーナリズムにおいても芸術、音楽、まあ、例えばメンデルスゾーンとかね、えー、ヨーロッパの思想、考え方、えー、科学的進歩、のずっと、もうとにかくね、あらゆる分野にユダヤ人たちっていうのは貢献してるよと。で え今日はですね、あのまあ、たまたま見たんですけど、このね、あんまり知らんない,と,いうところをちょっとあの見てみました。この農業の発展というので、ね、農業にどうユダヤ人が関わっているのかと言いますと、えー、フリッツ・ハーバーという人がいるんですね、まあ、あの科学を専攻したという方、手たま,ますか。誰もいない、ね、バレることもないですね。えー 科学を専攻して科学の,あのことを勉強した人はね多分あの知ってると思います。ハーバー・ボッシュ法というのがありまして、ね、これ法律じゃありません。これはあの、えー、方法やり方なんですけども、えー、実は空気中の窒素からアンモニアを取り出すという方法を彼とこのボッシュボッシュという人の名前ですけども、えーこうまあ、確立したという人でね えー、フリッツ・ハーバーというドイツ出身の物理科学者電気科学者ですで彼は、えーまあ、ユ,ユダヤ人の家系に生まれたんですね、まあ、このここに書いてますようにね、えーまあ、だんだんナチスがね力持っていく頃なので、えー、だんだんねこのユダヤ人であることがすごくプレッシャーになっていく時代でしたですから彼は、えー、若くして実はあこのクリスチャンにね 回収せざるを得なかったです、ね、でもまあユダヤ人ですよ。で彼はですね、えー、このまあ今ね私たちそれ聞いてえーってありがたいと誰も思わないですよね。でもね今でもこの窒素っていうのはこの空気中の80%を占めてるものです。ほとんどが窒素なんです。でこの窒素を使ってアンモニアをこう作りましてね。 でそれによっていわゆる窒素肥料といううものをあの作れるようになったんです。この窒素肥料というのは皆さんが食べているこの植物食物の肥料となるものですでこれがなかったらね人間ねもう本当に困ったというふうに言われてるんですある人はこんなふうに言いましたもし人間がこのままですね、まあ、昔はあの小石とかねそういう鉱物から えー、アンモニアを作ってましたので、まあ資源限りがありますよね。で、そんなことしてたら、しまいに、このアンモニアのね、えー、製造が間に合わなくなって、世界的に大規模な肥料不足になる。で、肥料がなかったら食物できないじゃないか。ということで、基金がやってくる。大変な時代がやってくるっていうふうに予告した人もいたんです。ところが、彼らの活躍によって、その問題はね、見事にクリアにされたんです。 で、今でも私たちは彼らの編み出した方法の恩恵を受けてるわけですね。そして彼はこれによってね、やっぱりノーベル賞をもらったんです。ノーベル科学賞ね。ということで、私たちの知らないところで多くのこの人類に対する貢献というのがあるんですね。不思議な民族です。えけれども、聖書は もちろん今から2000年前ですから、えー、そんなことだけではありません。こんなふうに言ってます。彼らに優れてる点があるんですかあらゆる点であります。第一に、この2節の途中から。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。そうです。聖書というのは、ここで言う直接的な聖書は旧約聖書です。聖書というのはユダヤ人に 委ねられましたそしてユダヤ人はまさに神の言葉として大事に扱いました一言一句変えることがありませんでしたそしてこれをですねこの世界中に、えー、伝わっていくこの媒介となったわけですね先ほどヨーロッパで、えー、このヨーロッパの考え方の、ね、影響を与えだってありましたけどももちろんね クリスチャンも影響を与えましたけども、何はなくてもやっぱり、えー、ユダヤ人哲学者たち。まあ一番有名なのは、あの、スピノザという人がね、いますけども、そういうね、えー、この旧約聖書に基づいて考えていく。そういうのも世界中に影響を与えたんですね。さあ、神の言葉を委ねられたユダヤ人たちというのは、この多くの人たちを影響を与えましたけども、まあ、しかしですね、これが二つ目。 この使命と課題のね、課題のとこなんです。実は彼らは、ちょっと勘違いしたというか、誤解したんです。それはどういうことかというと、彼らに与えられた立法と呼ばれる神様の思い。この一章ではね、神様のこの具体的な真理であるとか知識である。 というふうにそういうふうに言い換えられてますけどもこの神様の考え方基準思いっていうこの立法をですねで頑張って守ったんですけども自分たちはねこれでもうちゃんと守れてるって思ったんですでこのままだったらこのちゃんともうね大切にしてるから、まあ、簡単に今天国に行けるって彼らは思ってたんですね大間違いでした。 大間違いだった。その大間違いだったということを、新約聖書ではどんなふうに説明しているかというと、はい、これはローマ人の手紙ではないんですが、こんなふうに書いてます。ガラテヤア書の3章の19節というところに、立法って何なんですかというかちゃんと書いてます。立法とは何でしょうかそれは、約束を受けたこの子孫が来られる時まで、 違反を示すために付け加えられたものだったと書いてますね。約束を受けたこの子孫が来れる時までのある意味で一時的な神様からのメッセージだったんですね。だから、この子孫って実はこれはイエス・キリストのことです。これ後で言います。イエス・キリストが来るまでのこの措置だったんです。で、これね、あの、例えば、 えーまあ、この東住吉ってまああの本当にあの悪いことで有名によくなるんですけどもあのおり運転ってありましたねあおり運転といえば宮崎さんですよ <laughs> まあ,あの週会にも宮崎さんいるので覚えやすかっただけですけどもあのねあおり運転でもうガンガンやってね もうとんでもないあれ映像でちあの人はその辺に住んでたんですあの辺住んでたんですね私はあの辺の元を住んでたの知ってますよだから友達来るたびにですねあここがあの,あの宮崎さんのうちねみたいなのがあったらもうバカウケですよ、ね、もう超一時期有名になりましたあの彼のおかげでですね煽り運転というのはと,とっても迷惑だというのはみんな思ってました思っっててましたけど彼のやってしまって たおかげで煽り運転に対するものすごく原罰化というのがなりましたねそれまでは煽り運転を処罰する法はなかったんですだからそれ以外のこのまあ、危険運転とかねそういう他の名前で処罰するしかなかったいや実はね処罰できなかったんですそこで煽り運転のための立法が法律が作られたんです でそんなようにね、私たちは法律が減るということは基本的にありません。どん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 付け加えられます。それはなぜかというと人間がずる賢いからです。そしてどん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 ね、新しい思ってもみなかったような悪いことするわけですよ。でそれを阻止して、それを防いで私たちの生活がより良くなるために、立法、法律というのは付け加えられていくんです。ちょうど立法というのも このままだったら人間というのはまともな社会を作っていけないということを神様は見た時にこのユダヤ人にはですね立法を与えてこの人類がより幸せになるようにという神様の知恵だったんですねでその立法を与えたにもかかわらずね彼らは立法を守ってるから大丈夫みたいに思ってたんですこんな言い方もされてます 同じくガラディア社の3章の24節こうして立法は私たちをキリストに導く養育係となりましたとます。キリストに導く養育係が立法の目的です。ところがですよ、皆さんもご存知のように、キリストが来た時に、ユダヤ人だってどうしましたか、ね、イエスキリストのこのメッセージに対して、 うっとしく思いました。妬みました。そして、どれだけ印を見せても、キリストをね、イエスを認めませんでした。いやいや、キリストに導くための養育係として、立法が与えられたのに、彼らはね、とんでもない間違いですよ。自分たちは立法を守ってるで、このキリストは立法を破ってるって思って、イエスを十字架に追いやったんですね。で、こういうですね、 とんでもないこの誤解といいますか、これがユダヤ人の使命、けれども大きな課題を抱えてしまったというのが聖書が言ってる、このローマ人手紙が言ってることなんですね。さあ、2番目のポイントを見ます。人間の甚だしい、出ました。甚だ罪の、甚だしい罪。で、このローマ書を見ますとですね、最初ね、あんまりね、楽しくないです。特にこの3章なんか入ると、もう、 もう花は々は罪っていうことを散々繰り返されて言ってるからですねまあでもちょっとだけお付き合いくださいはい3章ねちょっと考えるためにはどうしても避けられないはい3章の9節にはこう書いてます9節の後半私たちがすでに指摘したようにユダヤ人もギリシャ人もすべての人が罪の下にあるはい立法を与えられたユダヤ人も罪人だし 立法を与えられなかった違法人。ここではギリシャ人の書いてますが、ギリシャ人も違法人も全ての人が神から離れてしまった。不完全になってしまった。と言いましてね、これ以降ですね、この旧約聖書をね、ふんだんに引用しながら。さあ皆さん、あのー、まあ、こんな風にしてクリスチャンいじめる必要はないですけど、あのー、旧約聖書の中からね、人間が罪人だってどこに書いてますかって言われたら、 何箇所引けるかなそんなんしないでくださいねそんなんいじめないでくださいね彼は旧約聖書の中からあちこちからね人間がどれほど不完全かということを引用して言っていますこの「鍵括弧」で書いてるのは全部引用なんです例えば「義人はいない一人もいない」これ「紙幣」というところから開きました 全てのものが離れていき、誰も彼も無用なものとなった。これは、伝道者の書というところから引用しました。ということで、まあ、旧約聖書の中にはね、人間がいかに不完全かということが散りばめられて書いてるんですよ。そして、続けて13節いくと今度はこれで、特に、この、 聖書が言ってる罪のことを言ってる時に特に、ね、言葉についてすごくあのこだわってますね彼らの喉は開いた墓彼らはその舌で欺く彼らの唇の下にはマムシの毒がある彼らの口は呪いと苦みに満ちてるっていうことで私たちの人間の口がどんなに悲劇をもたらしてるかっていうことが特にね強調されているようにも思いました人殺した。 人を殺したとかね、そういうのたくさん、記憶気にて出てきますけど、そんなところよりも、どっちか言ったら、私たちが普段何を言ってますかどんな言葉を使ってますかそんなことをですね、えー、聖書は何か強調しているようにも、まあ、見えましたね。足は血を流すのに早い。破壊と悲惨がある。まあ、今のね、世界情勢見ても、もう、 説明されなくてもわかるんじゃないでしょうか。皆さん、2000年前です。2000年前から、文明や文化はすっごく発達しましたけども、人間の本性っていうのは、ね、どんな武器使ってるかは別にしてね、基本的に人間の本性って全く変わってないと思いませんかこれ2000年前ですけども、いや、今から見る3000、4000年前も一緒です。 今ですねこの罪ということで、まあ、何かないかなと思ってましたらねあ,ありましてこんなどこでもありますいつでも出ますからはい、はいえー、なんと去年のオリンピックの、ね、五輪で、えー、なんとえげつない、えー、受託収賄容疑 a o k ホールディングの人が見返りで5100万円の賄賂を受領したっていうのね。 神聖なスポーツのね世界にこんなことを持ち込むって何ていうやつだと皆さん賄賂ってねあ私ですねあの思い思い出しました中学校頃ねこの賄賂という意味が分かんなかったんですよでもこれ昔からありましたから賄賂で捕まったって言われたら捕まったいうことは何か悪いんだろうなとでも賄賂って何かあのイロみたいでほのぼのほのぼのしてね そう悪いことから、ちょっと分からなかったんですよ。で、捕まった言うからね、それ、あのー、質問もしなかったと思いますね。で、もう一個ね、ちょっとまあ、あのー、変な話ですよね、売春というのもね、これも分かんなかった。売春って字で書いたら、春を売るって書いてね、字見たら良さそうやのに、なんで売春で捕まえられるんやろうかって、これもね、ちょっとやばそうなので聞きませんでした。あとね、午前に引いたかな。<laughs> なかよう覚えてます。小学校の頃ですね。 で、その頃はそういうことは、まあ自分の周りにはあまり関係がなかったというか、生活の中で関係なかったけど、まあ、お、ね、だんだん大きくなっていったから、賄賂、ね、受託収賄、ね、最初、自宅でなんか悪いことしてんのかなと <laughs> あれ、受託収賄です。さあ、この賄賂についてね、まこれほんと推今のことですが、旧約聖書の中にもね、たくさん出てきます。 先ほどは、まあ、口の問題とかね、平和を知らないとか問題ありましたけども、さあ、えこんな表がありましたね、これは何かと言いますといつもここで聖書の言葉が開かれている、えー、聞くドラマ聖書という目次なんですけども、えー、これね、旧約聖書に39巻ある中の、それ全部目次の、その一番上のが、ね、出てくるんですよ。はい、このうちのですね、39巻のうち、ね、パ、はい、39巻のうち12巻に、 箇所で言えば24箇所、賄賂のことをね、散々言ってます。そして、まあこれ全部弾けませんから、ちょっと真ん中のこのね、予武器。これ予武器ってこんなとこにありますけども、時代的には非常に古い書物と思われ、思われます。大体アブラハムと同じ時期に生きていた人と言われてますので、約今からですね、今からだったら4000年ぐらい前の人です。ですか ?4000 年前ぐらいに生きていた呼ぶという人が、 まあ自分はね、ゆえもない苦しみを受けて、ね、私はね、悪くないって、私、こんなこともしてないでしょ、あんなこともしてないでしょって、まあ、まあちょっと神様に叫んでる部分があるんですね、その中の一節、ヨブは言いました、私が行ったことあるか、私に贈り物をせよと、あなた方の財産の中から私のために賄賂を送れと、行ったことないでしょうということです。 プレゼントをくれとかね、賄賂をくれとかね、そんなこと言ったことないでしょ。ということは、この時代から賄賂はありました。この時代から賄賂というのは良くないっていうのは、一般的な常識として、まあ、罪に問われていたかどうかはわかりませんけど、人々の心にあったわけですよ。そして、これは同じヨブ記なんですけども、このヨブは、これはヨブの言葉じゃなくて、テマンジン・エリファズという人の言葉です。ね。そう。 悪いことしたらね、絶対ただじゃおかないね。必ず裁きが来るね。例えばその悪い中の一つは、賄賂だと。神を上わらない者の仲間には実りがない、なく、賄賂の天幕は火で焼き尽くされるって、めっちゃ怖いですけど、賄賂してるようなね、人の持ち物、住処か、天幕はね、火で焼き尽くされるんだっていうようなことを呼ぶ以外でも言ってるのが記録されてるんです。 とということで、大昔から賄賂というのがあったしそれが良くないなということがありました良くないって分かっていながら人間はずっとやってきましたそして神様も立法の中で賄賂についてこのように言っていますこれはいわゆるモーセの立法の中の一部です出エジプト記の23章の8節。賄賂を取ってはならない賄賂は聡明な人を盲目にし正しい人の言い分を歪める これは予部から500年ぐらい経った、えー、時代、今からの、言えば3500年前ぐらいの時にね、神様はあなた方の社会ルールとして、生活ルールとして、賄賂を取るなよと、賄賂を取ったらどれほど素晴,素晴らしい人でも盲目になるよと、正しい言い分を歪めるよということを、 言ってるんですけど、まあ、これねずっと立法を与えられたって,って彼らは与えられたにもかかわらずねずっと賄賂してたみたいです。っていうのはそれから800年ぐらい経ちましたこれをもらってから800年ぐらい経った時にイザヤという預言,者た預言者がこのユダヤ人たちに対して君たちね賄賂,賄賂してるじゃんって責めてるんですよ。800年経ってるんですよこ,こから かばってませんイザヤ書お前たちの君主は強情者盗人の仲間皆賄賂を愛し報酬を追い求めるということでこれ今から2700年前でもあの立法が与えられたユダヤ人の社会の中でも賄賂はね横行してたんですそして今でも横行してるでどうして私はこんなに賄賂ねなんかボロカスに言うかと言いますとね賄賂はあの もららったことないからですあのまたね賄賂ってどうなんかなって今あの昨日ちょっと時間があったのでいろいろゆっくり考えましたね下関のことから始まりましてテーマのことから始まりましてねゆっくり考えました賄賂って皆さんそんなに悪いことですか <laughs> その人のことを思ってそしてちょっと便宜を図ってあげるそんな悪いかなと。 ね、5000万やったら悪いけど500万あちょっと多いな、50? 5十五万円ぐらい出んちゃうかなとかそんな思ったんですそしてもし私が同じ立場でね同じ環境でそう言われたらねまたその賄賂を渡されたらねどう言うかなって考えたんですよいや5000万はちょっと多いですから50万 で手打ちましょうかみたいなそんなん言うと思ったんです私はこれそういうその環境に置かれてない時にその人は誰でも言うんですけどけれどもね、まあ、だ多分多くの人は、まあ、この高橋という人もとんでも悪いやつだと思うけども人殺しよりはマシととちょっと思いませんか、ね、あの,人の悪口よりもマシだというふうに思わないでしょうか 要は、私たちはね、その、の自分たちのその考えというか、そのレベルっていうのはね、もう、コロコロ変わっていくんですよ。神様の完全な目から見たら、賄賂はね、ダメなんです。そして、賄賂か賄賂じゃないか、よく灰色のグレーゾーンのものっていくらでもありますよね。それに対してね、神様は、 正しく裁くことができるお方です。私たちがどんなふうに思っているのか。その賄賂っていうか、そのまあ、なんとか、便宜を図ってですよ。便宜を図ったのはね、なんかもらって、全くそのもらったことに対して関係なくですよ。私たちが判断できればいいです。でも本当にできるんでしょうか。いろんな影響が起きるんじゃないでしょうか。だから、その私たちはですね、そのお、人のことならいろいろ言われるけど、本当に私たちは本当に弱いんじゃないでしょうか。で、聖書はね、 弱いって言うんです聖書はユダヤ人もギリシャ人も見た皆罪の下にあるよというふうに言ってますそしてこれはね神様の明確な指示です神様の前で人間は不完全になってしまった汚れてしまったねダメな状態になってしまったでこれ何かと言いますとね実は神様は完璧な方なんです完全な義を持ちで完全に聖なる側で 罪を許すすことがでできない完璧主義者です皆さんに完璧主義者周りにいますか完璧主義者みたいな人、はい、いるかもしれません。その完璧主義者みたいな人皆さんは好きですかもしですね、その完璧主義を自分を責めるために使う人がいたら嫌だと思います。でもその完璧主義のことを自分のために使ってくれるんだったら 私はね、その完璧主義をある意味で褒めると思うんです。あのー、これね、まあ、中華パッドじゃなくて、あの本当のパッド、本当のパッドで、あの本当でどこかで、まあ、いわゆる iPad というね、えー、iPad ミ i というんですけど、これをですね、えー、なんとね、子どもたちが誕生日プレゼントにくれました。 たくさんいていいてことまあ5人子供いますのでね1人あれだけ出せばいけるかみたいな感じではいで私は今までね実は iPad はね使わなかったんですそしてひたすら使っていたのは中華パッドと言いましてですね、えー、まあねそれなりのものを使ってたんですけどねどうしてこれ使わなかったかというと実は私はねはっきり分かったこと。 まあ、あの子供はみんな iPad <laughs> 使っているので、ね、使って分かったことあるんですね。明らかにね、いいんです。明らかにね、使いやすいんです。それは高いですよ。高いけども、高いなりのものはある。ということで、何が違うかというのはですね、あのー、実はね、触っただけで分かるんです。触っただけでね。まあ、よくあの、ほら、今、この、あのー、フリップ、あれ、フリップ、フリック、じゃこれなんていうの、これ。フリップ、ちゃう こ,れこ,のこの動作な何ですかスライドそうかなよく言ったでしょいや今今時のえタップはこれでしょタップじゃなうこう流すやつ。えス,ワスワイプ、そうですね、さすがだかスワイプね、俺、最近の子供たちって絵本見たときにスワイプするって聞いたことありません勝手に動くみたいに思ってるで、おそら紙やもん、紙はあの、ね、スワイプじゃ無理だと。 ね、であのスワイプしたら、ね、分かるんですあの、ね、流れ方が全然違うんです、えー、某パッドはねなんかぎこちないんですよフンいなた感じところがね iPad の前、ね、触った瞬間に、ね、ふわって浮くような感じでスルッてもうねほとんどこのなんかストレスがないんですねでこれフリックと言いまして文字を入れる時も,もう見事にねこのなどの角度で人間っていうのは タッチするかって。まあ、まさか真上からする人いないでしょねちょっと斜めからこうするでしょねこの、この角度がどれぐらいが一番多くの人がやるかっていうのは全部研究され尽くしてて、まあ、これをね、まあ、スティーブ・ジョブズをはじめですね、こういう開発した人は、彼はほとんど完璧主義ですからね。ものすごい高度な、このレベルを要求してね。そして、もういじめまくるぐらい技術を、 こう追い込むわけですよ。技術は言われた方は大変ですけども、でも、このレベルが高いから、それに応じようと思って頑張って頑張ってやって、一旦できますとね、ものすごい役に立ちます。ものすごい多くの人に益を与えます。まあ、喜びを与えますね、ある意味で。で、それと同じように、完璧主義とか完成なるものっていうのは、 自分を裁くために使うんであればね、これはね、ちょっともういいです。もう、ほっといてくださいってなるけども、自分の益のためにそれを使ってくるんだら、よりいいんじゃないでしょうか。しょうもないもんでも、買っとけ、じゃなくて、いいものを作りたい、いいものを提供したい、という、そういう、まあ、理想主義というか、完璧主義の人たちの恩恵を私たちは受けることができるんです。神様って完璧な側です。完成。 されてるからです。その方が私たちにね、あなた方はそんなところに留まってるべきじゃない。そんな状態にいるべきじゃない。あなた方の守護の世界、そんなところに行くべきじゃない。っていうふうに、神様は神様の基準で私たちに語ってくださってるんです。それが人間に対する実は愛のメッセージです。人間の甚だしい罪というのは、これは神様からの実は 愛のメッセージの裏返しでもあるということです。はい、最後のポイントです。ただただ、値なしに義とされる、ね。ただただ、ただでです。ね、ただ、ただで、値なしに、私たちは義とされます。はい。ローマ書の3章の20節にこう書いてます。なぜなら、人は誰も、 立法を行うことによっては、神の前に義と認められないと。立法を与えられて、彼らは立法を行ってね、もうこれで神の前に義だと思ったけど、いや、そんなことないと。イエス様に指摘されたら、何ぼでも怒ったし、何ぼでも寝たん,んだし、イエス様自体を否定した。ね、神の前に義と認められてないということは彼らは気づいてないんですね。 立法を行うことによっては神の前に義と認められないんだと。立法を通して与えられるのは生じるのは罪の意識だ。ですから私たちはこの神様の基準見たらね、誰もが思います。厳しいなって。そんな誰ができんねんと。そんな無理やん。と無理やんというのは、要は自分はできないという意識が出てきます。それは無理だ。というね。これがいわゆる 不完全だという意識が立法を通して私たちは出てきますね。そして神の前に義と認められないというのは簡単に言えばね、こういうことなんです。ちょっとすっごくこの言い換えたらこんなことです。立法を行うことによっては神との関係修復はできないということです。神のね 神の前に義と認められるっていうのは、要は神との間、関係の中に何のわだかまりもないってことなんですよ。神の前であなた方は喜んで、えー、神の前に立つことができる。ね。神に求めることができる。神とスムーズな関係に入ることができる。それが神の義を与えられている。正しい というふうに言われている状態。それを言い換えると、神との関係修復は自分たちではできなくなってしまった。立法を行うことによってはできなくなってしまった。そこで、どうしたんですか神様がそれをしようとしたんです。それも3章にちゃんと書いてます。しかし今や、立法とは関わりなく、立法と預言者たちの書によって明かしされたって書いてます。 立法と預言者たちの書によって明かされたってこれ旧約聖書のこと実は旧約聖書のことでこのことも言ってたでしょと先ほど見た3章の15節、えー、イザヤ書」というところをね印象されてたんですよこれ足を足は血を流すのに早く破壊と悲惨があるってこれ実は旧約聖書の預言書のイザヤ書59章の7節8節の引用なんですけど実はこの59章のねその最後の方にね 今言った言葉がちゃんと書いてるんです。どういうことかというと、これは神様の言葉です。遺ヤ書の59章の16節。主は、神は人がいないのを見て、取りなすものがいないことに、あぜんとされた。それで、ご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義を支えとされた。ということが、 旧約聖書のイザヤ書にもうでに書いてました。人間はね、えー、血を流すのに早い。破壊と悲惨がある。そしてそういう状況を見たときに神は、唖然とされただけでなく、ご自分の身腕で救いをもたらそうとしたんです。神ご自身が救いを準備して、救いをもたらそうとしたというふうにもうでに旧約聖書に書いてあるんです。そのことを実行したのがイエス・キリストです。 イエス・キリストはこの地上に来て何をしたんですかそれは3章の23節に見事に書いてます。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができない。けれども、神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して、値なしに。ただです。ただで義と認められる。ただで罪が許される。ただで 神との関係が回復できるんだということをパウロは語っているんですこれがねまず福音のものすごい中心のところです、えー、ただただでもらえるんですただただただですさあ神様から罪許されてそして神様との関係が回復するというのはあのー 用紙というのをね、ちょっと考えていただきたい。まあ、ちょっと近くにね、用紙っていう、ちょっとあまり見ない、私用紙ですっていう人なんか普通いないのでね、あまりピンと来ませんけども、まあね、こんな人がいるんです。まあ、こんな人がいたんです。えー、ポール・ブローマンという人でね、えー、グレープシティという会社を創設した名誉会長、も10年前に亡くなったんですけど、これ、グレープシティってね、知る人ぞ知る。 マイクロソフトの協力、まあ、パートナーシップをもも取ってる会社で、えー、多分ね今でもあるあの本社は、えー、東北なんですけども仙台なんですけども支社も新大阪にあると思いますねこの創設者ポール・ブローマンっていう人ね、えー、実はこれ宣教師だったんです、えー、18歳だったから18歳の時に、えー、彼はちょうど終戦1946年で えー、戦後の日本に来ましたそしたらねもう本当にもう荒れ果てた日本を見てですね彼は衛生兵としてきたんですけども、えー、日本の人たちのためにね本当に心を痛めたそうですそして、えー、この聖書の言葉を伝えたいと思って一度アメリカに戻って兵役が終わって22歳の時に、えー、日本に来ました、まあ、それからね多分ね一度も帰らなかったと思いますアメリカに、えー。日本のためにですね 本当にこの働いてくださったんですけども、まあ、彼ねもう本当にあのシンプルな人で、えーまあ、私も何度もお会いして話聞きましたけどね私はねあの、えー、自動販売機でコカ,コ,コカ・コーラ買わへんねんって言うんですよ。アメリカ人のねって言え,ば言えばコカ・コーラでねもうアメリカ人コカ・コーラあるアメリカ人のクリスチャンなんてカートにコカ・コーラ 箱でねね持ってきてましたから、ね、いやアメリカからですよそんな日本でも売ってるの知らへんのかなってもうびっくりしましたけどあのダイエットコーラってカロリーゼロのコカ・コーラね日本で売ってないと思ったのかどうか知らんけどわざわざカートで持ってくるぐらいアメリカ人ってコカ・コーラ好きですそのコカ・コーラはね私は飲まないんだ買わないんだと、まあ、それはねこの1本のコーラの値段でね その今、使わせているモンゴルとか、ねまあ、東南アジアに使わせている宣教師たちの助けができるんじゃないかというふうに社長ですよ、<laughs> 社長なんですけどめっちゃ狭い部屋に住みながら、ねえー、まああの最後までね、えー、社長であり兼宣教師だったんです。で、彼が、あのーまあ、実はです、ねえー、子供がね、<laughs> 10人いるんです、10人。ねあのー、まあこういう人がね、私、私割と近くにいたので。 まあ自分5人子供いたんですけど、多いなってあんまり思わなかったんですよ。これを感謝というかどう,どういうかね。他から見たら、多いなってもうなんかもうなんか煙たがれるように言,うんで言われるんですけど、あの、こんな人ね、割と私は身近にいたんですね。で、彼は10人子供いました。まあ、すごいのはね、養子が12人いたんですよ。ね。だから、10人プラス12人で彼入れたら24人家族で、 あのー、もうそれはそれはね、家族写真とか見たらもうすごいですよ、もう。ほんと学級写真みたいな感じですからね。で、えー、彼はその養子をね、えー、もらったんですけども、実は、この時代は、養子はね、比較的取りやすかったんです。ところが、今はね、そんなことなんです。今、日本で養子を取ろうと思ったら、ものすごい検査、資格、その人の、そのね、えー、もちろん収入から始まって、この子をね、 虐待しないだろうか,なんか変なことにならないかとものすごい検査が審査が厳しいんですけどこの時代はそうでもなかった戦後間もない頃はでどん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 養子にして、えー、気が付いたら1人になったんですね。で、まあ、彼らもね同じように育てたわけですけどもちょうどねこの養子というこの捉え方がこの神様との関係をよく表してます。まあ、実は あの、容姿というよりね、私たちはあの、例えられてるんですけどね。神様は私たちの罪を許したい。そして神のこの完全な基準から見ても、ただで完全な許しを与えたい。そしてこの完全な許しが与えられて神様との関係が回復したらね、じゃあそれで終わりじゃないんです。ではなくて、神様は私たちを養子のように迎え入れたいと。 いうふうに思ってるんですね。養子になる場合、その養子となる人は、別にあの、お金払う必要ないんです。またその、養子となるためにきちんとせなあかんみたいな、それを子供の時にちゃんと分かるかどうか分かりませんけど、要は、養子はですね、養子を受ける人、養子をする人に全てかかってるわけですね。神様は私のために全てをしてくださいました。そして、何故かね、私たちの全ての罪を、 主ご自身が覆ってそしてあなたを養子にしたいと私の子供にしたいと私の家族にしたいとそして共に歩んでいきたいこの地上だけでなく永遠にわたって一緒に歩んでいきたいと神様が願ってらっしゃるこれが神様の思いなんです三章の箇所をもう少しだけ読んで終わりたいと思います 三章の二十二節。すなわち、イエス・キリストを信じることによって、私たちが立法を行うんではなく、また、イエス・キリストが言われたことを行って、神の義が与えられるんじゃなくて、イエス・キリストを信頼することによって、この方ならしてくださる。この方なら私たちを迎え入れてくださるということを信じて近づくとき、受け入れるとき。 すべての人に神の義が与えられますそこに差別はありません自分たちの状況にかかわらずイエスを信頼する者はどんな人でも罪を許されそして養子として迎えられます28節には人は立法の行いとは関わりなく信仰によって義と認められる 私たちは考えているこれがパウロがこの掴んでいた福音ですで福音というのは私たちが自分たちの力で勝ち取るものじゃなくて神様によって与えられるものですそしてそれを皆さんにも,にも今提供されていますそのことをですね聖書は進めてまあいるんですね。ということで、まあ、今日ですね3つの観点で え見ていきました私たちは神様の前で甚だしい罪の状態にありますけども神様の方でただただ無代化でただで私たちを迎え入れたいとそして一緒に歩もうと「いや神様のために何かしたいんです」「それはね神様のために立ち返ったらゆっくり頑張ってください」 それはいくらでも機会はあります。けれども、神様の子供となる、神様の養子になるために私たちができることっていうのは実は何にもないんです。罪許してくださるのも神様の一方的な恵み。神様が受け入れてくださるのも私たちの状態に関わらないんですね。これが福音です。グッドニュースです。ぜひともですね、この福音をまず受け入れて、それからね、え、歩みの墓に入っていただけたらと。 ます以上にしたいと思います。